奈良橋、しねはし、いわき市は、ともに、日立大乗、平国子の子孫安忠を祖とする豪族であり、その六代目にあたる、高行、重衡、賀睦に下り、奥州平泉の、藤原清衡の娘婿となり、妻との間に、五人の子供を設けた。長男が高助で、奈良葉郡に、次男高平は岩木郡、三男高久は岩崎郡、四男高吉は死ね葉郡、五男高行は七方郡をそれぞれ与えられ、それぞれの地名を姓とした。文治五年1189の源頼朝の奥州征伐では、奥州藤原氏との関係が深かった岩木氏一族も、鎌倉方として参陣し、本領を安堵された。その後、街道五郡の岩木、白土、吉間、諸根、相馬、奈良葉、しねはらは、岩木氏を中心として一体感を持って行動していたが、それぞれに独立色が強く、強固な総領制を築くまでには至らなかった。幕府と鎌倉府の関東での騒乱の中、岩木氏も一族間の争いが激しくなり、柿地の内向が起こり、白土高寺が岩木氏新総領となり、岩木氏が戦国大名へ発展する道を開いた。岩木氏は、街道の一族を従え、文明年間1469から87には、白河氏と結び、奈良橋は攻められ、奈良葉は攻略された。奈良橋の本拠城の奈良葉城は、奈良葉町の J ビレッジの北側の台地一帯にあった。飛行はおよそ20メートルで、城壁の北西部に四角が置かれ、四角の東側には孤高が設けられ、重厚な土塁が巡らされている。その南に、二の廓が、さらに、その東に、三の廓が配されている。西側は急傾斜で、東側は緩斜面になっており、四角の東側には、数段の腰廓が配され、さらに、空堀、水堀があったと思われる。また、三の廓の東側にも水堀が配され、その外側にも廓が置かれ、その城域は広大だ。奈良橋滅亡後は、岩木氏の重臣の猪狩氏がこの城に入った。この時期、北の相馬氏は死ね橋を滅ぼし、この地は、岩木氏と相馬氏とが境を接する地となった。現在の福島県双葉郡で、奈良橋に隣接していた死ね橋は、奈良橋と同じ岩木氏の一族だったが、独立色は強かった。南北朝期には、南朝方に属し、北朝方の相馬氏と岩木氏に挟まれながら勢力を維持していた。しねはもちたこの時には、北畠顕家の二度の政情に従い戦ったが、顕家は敗死し、もちたこは帰国したが、その後しねはしは衰退した。しかし、それでも、戦国時代には、岩木氏、相馬氏ら奥州街道筋の豪族たちと抗争、同盟を繰り返し、しねは六騎七人衆と呼ばれる一族を率い、しねは軍に一定の勢力を保っていた。柿地二年1442、しねはしの当主のしねは清隆は、本拠を権現の宇城に移して攻撃に備えていた。清隆は、岩木氏、相馬氏の侵略を食い止めていたが、嫡男のしねは高重には人望がなく、清隆が高齢化するにつれ、しねはしを支えていた六騎七人衆ら重臣たちの間にも不安が広がっていた。これを知った相馬高胤は、しねはし家臣に、内容を盛んに働きかけ、
長享元年1487、12月、大軍をもって権現の宇城を攻めた。しかし、この時は、死ね派一門筆頭の泉田高直や、藤橋高豊らは、清高に従い激しく抵抗。高種は、城を落とすことができぬまま、明瑤元年1492、6月、陣中で急病により没した。相馬軍は、高種の死を秘したまま小高城に戻り、高種の後は、13歳の嫡男の森種が継ぎ、その後も死ね橋と対峙した。その5年後の明瑤元年1492冬、18歳の森種は、死ね橋攻めを開始した。森種は、死ね橋一門の泉田高直の守る泉田盾を囲み、高直に、盛んに降伏を進めた。先の戦いでは、死ね派清高に従い、相馬氏と戦った高直だったが、この時は、死ね派高重の器量のなさに、すでに宗家に失望していたようで降伏した。一門筆頭の泉田高直の降伏に、死ね派家臣団は動揺し、死ね派一門の藤橋高豊らが、密かに、相馬勢に使者を送り、内容を約束した。相馬森種は高豊らと謀り、死ね派清高、高重親子のこもる権現の宇城を攻め、高豊は、城門を開き、権現の宇城に火をかけた。相馬勢は城内に乱入し、清高、高重親子も、もはや、これまでと城内で自陣し、300年にわたり、死ね派軍を支配していた死ね橋は滅亡した。死ね橋一門の、泉田氏や藤橋氏、熊川氏らは、相馬氏の一門格となり、相馬氏中心として、その家系をつないでいった。権現の宇城は、浮戸川の北岸にあり、西から東へ伸びる絶城台地の先端部に築かれている。台地の先端部を南北に2畳の空堀で区画し、2つの曲輪が作り出されている。空堀は深さ10メートル、堀底は最大で6メートルほどもある。台地の東側先端部が本曲輪と思われ、現在神社が祀られている。西側の曲輪は、本車より大きいようだが、現在は藪になっており、遺構は確認できない。その後、この地は、相馬氏が支配するところとなり、奈良橋と死ね橋の両境の浦賀浜に流れ出る小川を挟み、これ以降も、相馬領民と岩木領民が、浦賀浜だと小競り合いが続いたという。